ドジャースの大谷翔平投手が24日放送の NHK スペシャルメジャーリーガー大谷翔平2023伝説と題称、そして新たな章へに出演、新天地への決意を論文インタビューで語りました。これに複数の米メディアが大谷選手はインタビューで投手としての将来への不安を口にしたなどと反応しました。ドジャース大谷翔平の配置転換発言が米国でも波紋を呼んでいます。番組の中で大谷選手は右肘手術についてピッチャーとしてはもちろん2度目の手術なので、おそらくもう一度同じ症状になったら配置転換、他のどこの野手のポジションかわからないですけど、そういう風になると言及。3度目の手術を受けることになれば現在のような二刀流の継続は厳しいとの胸中を明かしました。大谷選手は今季右肘を痛めて自身2度目の手術を受けていますが、メジャー挑戦1年目の2018年にも一度右肘手術を受けています。トミー・ジョン手術と呼ばれる損傷した腱や靭帯の移植手術、18年の際は右手首の腱を移植しましたが、今回は左から取ってます、僕も詳しくはわからないのですがと話す場面もありました。例年ならば疲労のピークや溜まり具合は予測できると言いますが、大谷選手は今年に関してはピッチクロックがあったのでそこが慣れないなというか、出続ける上でちょっと疲労が溜まりやすくなるかなと感じていたので改善の余地があったと反省点も口にしました。ピッチクロックとは、投手がボールを受け取ってから投球動作を開始するまでの時間が制限されており、投手が自分本来のリズムでは投げにくい新ルール、試合時間短縮のためのルールでもありますが、投手は休む時間が短くなり、投打二刀流の大谷選手には負担が大きいとされています。また番組では大谷選手も投じるスライダーよりも曲がりの大きいスイーパーが負担をかけているとの見解もドクターなどの取材から示していました。これに大谷選手は僕の感覚としては一番は球速が上がると肘にかかる力が変わる、球速の上昇が主な原因かなと思うとの見解も語りました。その上で手術を受けた決断については多分手術をしなくても感覚的には93、94マイルぐらいは投げられる感じだったが、100マイル、約161キロとかそれを超えるものに耐えられるのかと考えて手術を受ける決断をしました。思い切りパフォーマンスを出せる感覚がないとうまくもなれないし、自分が納得しない、ごまかしながら投げていたとしても面白くないんだなというのがあると胸中を語りました。18年のトミー・ジョン手術の際は右手首の腱を移植しましたが、今回の手術は左から腱を取ってますと逆の腕からの移植でした。ブレース、補強材と生体組織みたいな、僕もよくわからないですけどと手術内容を説明しました。ドジャースとは10年総額7億ドル約1015億円で契約、来シーズンは野手に専念し25年シーズンから投手復帰を目指しています。なるべく自分の最大のパフォーマンスを長く続ける、一番は10年続けることが目標、誰もそれだけ長く2つ投手と野手をやるのは今までないので、どういう風になっていくかはっきりと言えることではないですけど、もちろん全力を尽くすということは言える。バッターとしては肘はあまり関係ないので、膝であったり腰であったり他にもっと負担のかかってくる場所がある、そこをまずケアしながらどの程度できるのか、そこをクリアしていくためのプランを球団の人とも一緒にドクターとも一緒に考えながら作っていくと話しました。今年9月に2度目の靭帯修復手術を受けた大谷選手の投手復帰が見込まれるのは31歳になる2025年、仮に3度目のメスを入れることになれば30歳を過ぎて手術を受けることになるのです。フィジカルの衰える可能性や繰り返しの手術による手術部位の侵襲、皮膚を破ったり何らかの医療機器を体内に挿入したりすることもあり、復帰できたとしても本来のパフォーマンスを発揮できる保証はありません。先に申し上げましたように、大谷選手は番組内で思い切りパフォーマンスを出せる感覚がないとうまくもなれないし、自分が納得しない、ごまかしながら投げていたとしても面白くないと話していましたが、次に靭帯を痛めた時が投手としての限界と位置づけているのは間違いないと思われます。このコメントに国内のファンも反応します。大谷選手の2度目の手術には今季導入のピッチクロックの影響があったようだし、また今季はインターリーグが大幅に増えて30球団総当たりでの移動が多くなり、多忙になったことも要因になったと思う。
それにシーズン前には WBC での活躍もあり、すべてが重なり終盤に疲れがどっと出てきたのではないでしょうか。ともかく投手の肩や肘は消耗品と言われて、毎年の投球数には限度があると思うので、再来年からの二刀流復活では登板前後のどちらかを休むようにしてほしい。そして定期的に休養日を取り、身体のケアを十分にしてほしいです。メジャーでトミー・ジョン手術受ける投手が多いのって少なからずボールの影響があるんだと思ってる。前に上原が理想は日本みたいな滑りにくいボールを使った方がいいって言ってた。メジャーは選手会の発言も強いし、チーム側も大金出して契約してる投手が怪我で使えないとなるより滑らないボールで負担が少なくなるようになればいいのにと思う。あと5年くらいかなとか、下手をしたら3年くらいかもと投手生命を心配してました。大谷翔平さんは夢を追うけど幻想を追う人ではない。一度ならず二度目の手術を医師と相談しながら決断していたんだと思う。漫画の主人公みたいな人と呼ばれても彼は生身の人間だし、弱さも知っています。それでも1000億円を超える12年の長期契約を結んでくれたドジャースにも感謝だし、大谷翔平さんはそれに応えたいと真摯に向き合っていると感じます。番組見ていたがなんだか寂しくなってしまった。今季は体を壊すまで孤軍奮闘、 FA では最後の最後までエンゼルス残留を模索、叶わずドジャース移籍。来季に向けて順調にリハビリしながらトレーニング中。それでもやはり靭帯損傷の回復を気にしつつプレーするリスク、二刀流の難しさを感じた。大谷さんにとっては投手復帰する2025年が正念が、手術がプラスに働き投手としても復活してほしい。応援するのみ。これでこのお話は終わりです。この動画がなかなか良いと思われたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。